長いことカープファンやっててよかったこと。何やろ、しんどいことのが多い気がする。東出の後に菊池が収まる時ってどんな感じだったんやろ。その頃はファンじゃなかったからわからん。東出の怪我、連覇くらいからのファンかな。菊池の怪我はあんまり想像したくないわね。ちなわいは大瀬良が入団した年からファンやね。広島住みの知り合いに松田連れて行かれてハマった。大瀬良やから2014からか、 A クラスやな。ワイは2018年に広島来てカープ強いやん、で好きになったらそこから。そこから B クラスやんけ。不要かどうかわからんが加点と単純に思んないからな。弱いのが続くと熱心なファン以外はファン離れする、そういうもんや。そりゃ勝った方が嬉しいし優勝したら泣く。けどその時代時代で選手をめでるのも好きや。外野手一つ取っても金本尾形前だ、赤松天谷広瀬、松山丸聖也とか、名前見るだけでその時代思い出して楽しい。2007年からのファンだけど、最初の頃はセリーグの順位表なんか見たことなかったな。クライマックスシリーズに行けるかもってなり始めてから順位表を見るようになった。県外のファンだし昔は滅多に放送もなかったから、前県が躍進した年は登板する試合の速報をずっと眺めてたな。3連覇、特に2016年の優勝の喜びを味わえたこと、あと普段気づきにくいけどカープが地元にあるのは嬉しいね。それこそ江藤が4番打ってる時からカープ好きだし、新井さんがブッサイクなフルスイングで謎ホームラン打ってた頃からちゃんとファン。2020年からファンの愛、笹岡監督以外の監督初体験にワクワク。A クラス目指すんやない？優勝や優勝、カープ優勝。